イングランドリーグ第25節。スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間はウォルバーハンプトン対マンチェスター、こちらをご覧いただきます。ロマンサイス、ヒメネス、いいプレッシャー、こぼれてルーズボール。ウォルバーハンプトン、先日は監督が行った采配が非常に好評でしたね。そうですね、あの交代は明らかに右サイドがやられっぱった。頭だ、すごしい、触る、これはよく止めました。いやー、いい反応ですよね。アイセーブですよね。これはこのファーストハーフ、最初のコーナーキックはマンチェスター。アグエロからマフレス、中はマイスイル、クロスが入る、シュート、来た、先制、マンチェスター。今の得点いかがですか。まあ本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないでしょうかね。あと1点でゴールランキングトップに並びます。まあ、チャンスになりますからね。まあ、中盤から長いパスで裏を狙ってみるのも面白いと思いますけどね。まさにそこが狙いどころですね。そうですね。サイドへ早いパス回し、絶好の位置、シュート決まった、追加点、マンチェスター、怒涛の追加点。美しいパスワークからのゴールでした。いや、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。失点が多いとデータにありました。今日はまだそういうシーンはありません。スルーパス、来た、シュート、ルーズボールになる。ベルナルド・シウバ、アグエロに渡る、どうだこのシュート、マンチェスター、連続ゴール。これはもう相手チームがどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備アップのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。いやー、よく詰めていましたね。アグエロ、セカンドボールをあらかじめ予測しておく、非常にポジショニングセンスが光ったボールになりましたよね。実に落ち着いてましたね。アグエロ、さあカウンターを仕掛けます。ユンドーは、さあ左サイドへ、裏のスペースへ、チャンスだ、シュート、決めた、マンチェスター、全く手を緩めません。今のはあっという間に決まってしまいましたね。そうですね、やはり横幅と縦幅を目いっぱい使われると守るが難しいんですよね。それにしてもチームとして素晴らしい展開力でしたね。いいカウンターでしたね。今日2点目です。
直接、うおー、マンチェスター追加点。素晴らしいプレーでしたよね。どこまで点差を広げるんでしょうか。直接決めてきます。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。ここで笛です。6対1、マンチェスター勝ち点3をものにしました。イングランドリーグ第26節、この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間はフラム対マンチェスター、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。イングランドリーグ第26節、クラム対マンチェスター。このゲームは 4-5-1 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん、これはどういうシステムで何を落としするんでしょうか。そうですね、特に中盤の形勢ですよね、右左に位置するサイドアタッカーですよね、はい、これが一つのポイントになりますよね。サイドアタッカーにボールを抜けた、差し込む、打った、シュート決まった、先制マンチェスター。ゴールに吸い込まれるような見事なシュートでした。そうですね、今みたいなボールの軌道は得意な形ですよね。そうですね、ここからこういう風にシュートを打ったら入るっていう、自信たっぷりのシュートだったと思うんですよね、イメージ通りじゃないでしょうかね。狙っていきます、コース入った、長いボールを送ります。右サイド上がっていきます、裏へ届くか、おっと、いいボールでしょ。ボールはジェズス、シュート、いや、追加点、マンチェスター。さあ持っていく、置きましたよ。チェックを受けながらのドリブル、ルーズボールになる、シュート、シュート、追加点、マンチェスター。グラム、ここは大きくクリア、ここで笛です。3対1、マンチェスター勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。イングランドリーグ第27節、スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間はマンチェスター対カーディ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。マンチェスター、先制点を与えたまま前半を終えました。よく戦ってましたけど、うん、そのバランスという意味では相手の方が少し勝ってましたよね、はい、そうですね。この後点を取っていくためには、うん、とにかく早くボールを出しながら相手のプレスにかからないようにしていくことでしたね、はい、なるほど。イングランドリーグ第27節、マンチェスター対カーディ、ではこの後もシュート、いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。シュート、再びマンチェスター。相手の攻撃パターンをクロスに絞らせることで守備のコントロールをしてるんですよね、はい、中の人数を増やすことでクロスの対策をしてますよね、守備も中央に固まるので、はい、スタミナ消耗を抑えられる比較的守りやすい形でいますよね。スペースへ出す、素晴らしいパス、シュート、いやー、勝ち越し、マンチェスターで突き放すことができるのか。直接狙った、拾いたい、スターリングから右へ低い弾道、シュート、決めた、マンチェスター。ダメ押しゴールとなるのか。ベルナルド・シウバ、今シーズン2ゴール目です。
ここはルーズボール。ジチェンコ、フォーデン、おっとシュート来た、マンチェスター、点差は3点、試合が決まってしまうのか。攻守が入れ替わってからの一連の流れ、見事でしたね。主審、上を口に加えて今試合終了です。4対1、マンチェスター勝ち点3をものにしました。マンチェスター、今日のゲームはトーナメント準々決勝です。このゲームはここアンフィールドで行われます。リバプール中心街から少し離れた住宅街の中のスタジアム、その上空にはよくカモメが飛んでいます。エルナンジーニョ、さあここから持っていく、さあジェズス、どうだこのシュート、来た、先制、マンチェスター。ジェズス、ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。そうですね、体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、はい、これがゴールを生み出しましたよね。この場面でスーパーセーブです。ゴメス、スペースで出す、シュート、いや、シュート、マンチェスター打った、マンチェスター追加点、さらに突き放します。これで3ゴール差。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。リスタートしたところで長い笛です。3対0、マンチェスター、ついに準々決勝突破を決めました。リーグ第28節、選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間はトッテナム対マンチェスター、こちらをご覧いただきます。最近の5試合は全て勝利、絶好調です。マンチェスターボール入りましたよ。チャンス抜けた、アグエロに渡る、シュート、マンチェスター先制。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、続いて確実に決めてきましたよね。おっと、シュート来た、追加点、マンチェスター。ここで笛です。2対0、マンチェスター勝利です。貴重な勝ち点3を得ました。全16チームが勝ち残り、この決勝トーナメントに駒を進めています。ここからはホームアンドウェイのノックアウト方式、ヨーロッパクラブチャンピオンシップ、今日はその1回戦ファーストレグです。この時間はインテル対マンチェスター、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はインテルのホーム、ジュゼッペ・メアッツァ。勝利を信じたサポーターたちが大きな声援を送っています。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ペリシッチ、
右サイド上がっていく。このボールはつながりません。足元大事に行きます。シルバー組み立てながら攻め上がっていく。このパスシュート、決まった、追いついた。マンチェスター、ここで同点。いいですね、流れ来てますよね。ジェズス、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか？そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れました。コンパニー、カウンターを仕掛けていきます。今狙いましたね。自分で行く、フリーだ、打っていったな。来た、勝ち越し、マンチェスター、試合をひっくり返します。まさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール。しっかりキーパーの位置を見て柔らかく狙ってきましたよね。冷静な判断、ボールコントロール見事でしたね。ジェズス、今日2点目です。ラインドラ、ジェズスからベルナルド・シウバー、シュート、マンチェスター追加点。決定的なゴールになるのか。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してとイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応を受けてましたね。ここで笛です。3対1、マンチェスター、アウェーをものともせず勝ちました。さあ次はホームで一気に攻勢をかけたいところです。イングランドリーグ第29節、この素晴らしいスタジアムは徐々に熱気を増してきています。この時間はマンチェスター対マンチェスター、こちらの一戦をお楽しみいただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。長いボールを送ります。スルーパスを出す、この位置で受ける、デブライン、アグエロ、マンチェスター、いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたので、そういうゴールが生まれましたよね。ベルナルド・シウバ、さあカウンター、スピードを上げたいところ、このパス抜けてくる、シュート、来た、追加点、マンチェスター。さあさらに点差が開いています。いや、今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。激しいボールの奪い合いです。試合終了、2対2、マンチェスター、この時点で勝ち点1を得る結果となりました。大事な大事な一戦、さあ終わりました。